今回南アジアということで、お互い自分の住んでいない国、知らない国に関しては様々な噂ベースの話もたくさんあると思いますので、今回はなるべく資料をたくさん用意して、その資料に基づいたお話、なるべく客観的なデータに基づいた話ということで進めさせていただきたいと思います。それではよろしいでしょうか。始めます。はい。ですね、まず南アジアの日本語教育どうなっているんだということで、ここに書いてあるのは、皆さんのお手元の資料にもあります。南アジア7カ国の、機関数と教師数と学習者数ということですね。先ほど宮本の方からも話があったと思いますが、これは2015年の調査です。で、3年に一遍調査しておりますので、今年度、2018年度に新しい調査、今調査中ということになります。まあ、お手元の資料を見ていただくとお分かりかと思うんですが、この辺が合計ですね。南アジアでだいたい4万人ぐらいが、2015年の調査時点で日本語を勉強しているということになります。で、ここちょっとお分かりにくいかと思いますけど、3年に一度の調査でして、2015年の前に12年にもています。はい、調査しています。で、ここに書いてあるのは、これ2012年から15年までの比率です。つまり学習者数はこの3年間で 40% 増えていますよ。機関数は 16.9% 増えていますよということ。で、2012年から15年にかけては、機関数、教師数、学習者数ともに、伸びているということが、この数字からお分かりいただけると思います。ああ、ごめんなさい。こっちもやろうかな。で、ただ、ここにあるのは、世界の機関数、世界の学習者数。つまり、世界中で365万人いるということですね。全世界の中で南アジアが何パーセントというふうに考えると 1% です。全世界の学習者数のわずか 1% しか、南アジアでは日本語を学習していないということがこれでお分かりかと思います。で、2015年のデータ今お見せしましたけども、じゃあ2018年どうなっているんだということで、先ほどの総領事のお話、うちの宮本の話にもあったように、確実に増えているとは思います。で、ここの7カ国、モルディブ以外は全部行って、この数年間もネパール、ブータン、スリランカ、バングラディッシュというふうにいろいろ見て回っているんですけれども、確実に増えているということが実感できます。皆さんの手元の、お手元の資料の、途中からですが、すいません、資料5と資料6というところもちょっとご覧になってみてください。後でこれまた詳しくお話ししますけれども、例えば資料5は2017年度の、日本語能力試験の受験者数なんですね。2017年度年2回の合計です。で、次のページの資料6というところに書いてあるのは2018年度の7月1回だけの数字で、まだ18年度両方の数字は書けていないんですが、例えばこれを見ていただいてもバングラディッシュご覧になってみてください。バングラディッシュは2017年の2回の、能力試験の合計で1882人なんですが、次のページの2018年度の1回目で1600人を超えていますよね。で、こういうところを見ていただいても、バングラディッシュではおそらく学習者数、まあ、これは JLPT の受験者数ですけれども、増えているということが、お分かりいただけるかと思います。あと、ただ気をつけていただきたいのは、先ほどお見せしたこの数字ですね。この数字は各国で日本語を学んでいる人の数です。つまり、ここに書いておきましたけれども、
日本で勉強している人の数というのは実は含まれていません。つまり日本で、インド人が何人勉強しているか、日本に留学に行ったパキスタン人が、何人勉強しているのかという数字はこの中には含まれていないということですね。これはあくまでそれぞれ の, 自分の国で勉強している人の数だということをちょっと、ご留意ください。はい、じゃあ先に進みます。で、約4万人南アジアで学習者がいるんですけれども、この人たちはどうして、日本で勉強しているのかというところでちょっと分類分けをしてみたいというふうに考えています。で、日本語学習ですね。日本語学習を大きく、日本に行くから日本語を勉強しているんだという人と、日本に行かない、特に日本に行くという目的ではなく勉強している人というふうにまず大きく分けて考えたいと思います。で、日本に行くために日本語を勉強している人、じゃあどうして日本に行くんですかというその訪日の理由ですね。もちろん家族滞在だったりですとか、日本にいるバングラデシュ人、当然大使もいらっしゃいます。そういった外交で行かれる人とか、家族滞在とか、様々な理由、様々なビザで行かれる方が多いと思うんですが、まあ、大きく分けて、この二つに分けることができるのかなというふうに考えています。つまり日本に勉強しに行く人、直接就労、働きに行く人ですよね。もちろん留学に行って、留学勉強終わった後、そのまま母国に戻る人もいると思いますし、そのまま、留学から就労へというふうに変わっていく人も多いと思うんですが、基本的にはこの留学、就労、もちろんさっき言った大使の方ですとか家族訪問という方の存在もあるんですが、大きく2つに分けて考えることができるのかなというふうに思っています。で、これ動くかな。これすごい見にくいんですが、今言ったように、じゃあ留学、就学以外にどんな目的で行ってるのということで、ここに書いてあるこの外交、公用、教授、芸術というふうに、この欄が日本のビザの種類ですね。で、ちょっとざーっとビザの種類だけ見ていっていただきたいんですが、例えば高度専門職であったり、医療、研究、教育であったり、まあ、技能実習は後でまたお話したいと思います。というふうに様々なビザで日本に行かれている方がいらっしゃるということですね。で、スポーツ選手の方とかもいらっしゃるということですよね。あと、配偶者、永住者の配偶者、定住者、特別永住者といったようなカテゴリーのビザ、種類のビザもあるということですね。では話を戻します。大きく分けて日本に行くパターンとしてこの2パターンを考えています。で、日本に行かない、日本に行く予定はないけれども勉強しているんだという人のカテゴリーで、やはり一番大きいのは初中等の教育だと思います。学校、小学生、中学生、高校生で日本語を勉強している人たちですね。次に考えたのは趣味とか教養とか障害教育として日本語を勉強しようと思っている、日本語を勉強している方々ですね。で、最後には日本には行かないけれども、つまり現地にある日系企業に就職するために日本語を勉強しているといったカテゴリーの方々です。で、今日はこれからの時間でこの5つのカテゴリーに関して、話をしていきたいと思います。で、まず一番最初ここに挙げている、日本に留学のために行く、そのために、母国で日本語を勉強しているという方々ですね。まず日本に留学に行っている人はじゃあどのくらいいるんですかというと、これもお手元に資料を挙げてあります。
トータルナンバーというのは、これ18年の6月末の資料なんですが、18年の6月の末に日本にいる外国人の数です。つまりブータン人は、18年6月末の時点で869人日本にいます。その869人の中の744人、実は 85% が留学生だということなんですね。で、残りの120人ぐらいでしょうかね。120人ぐらいがそれ以外の、先ほどざーっとお見せしたそれぞれのビザで、日本に行っているということになります。例えばインドを見てください。インドは3万8000人の方が今日本に18年の6月の時点でいたんですが、その時点で学生のビザを持っている人、留学生は実は1740人しかいません。約 4.5% ですね。つまりブータンからは 85% が留学生として行っていて、一方インドではわずか 4.5% しか留学ビザでは行っていないということが、こういった数字から読み取れるかなと思います。で、日本に留学に行くんですが、そのためには何が必要かというと、留学ビザが必要です。日本に行く留学ビザを取るためには、日本語能力証明書というのが必要になります。一般的にJLPT 日本語能力テストですとか、NAT テスト、J テストといったものがメジャーかと思うんですが、実はこういうのが法務省から出ていまして、JLPT N5 相当以上の日本語を要すること、必要条件になっていて、じゃあ JLPT N5 以上というのは他のテストだと何ですかというと、例えば BJT ビジネステストであったり、J テスト、NAT テスト、標準ビジネス日本語テスト、ちょっと下に行ってもらえますか。というふうに、実は私もこれ調べるまで知らなかったんですけど、実は10種類ほど法務省からは認められているということなんですね。で、多分南アジアではその JLPT、NAT テスト、J テストをやっている国もあまりないんじゃなかったんでしょうかね。というのがあって、他にもメジャーではない、あまり知られていないけれども、法務省からはこういったテストで日本語能力の認定もできますよというのを、試験が10種類ほど挙げられています。はい、すみません、閉じてください。で、じゃあ、JLPT N5 レベル勉強するためには、今ここにいらっしゃる先生方はどういったことをすればいいのかというと、例えば N5 程度ですと、だいたい150時間というふうに言われていますので、例えば週に6時間勉強したら25週間、半年かかるということですよね。どうでしょう、皆さんの実感としてゼロ初級から始めてだいたい半年ぐらいで N5 レベルには行ってますかね。例えばみんなの日本語を使うとしたら、ちょうど150時間で25個まで終わる計算なんですけれども、ただ文字学習は含まれていないでしょうし、その文化を教えたりという時間もその他もろもろかかるということですね。で、 N4 になると当然その倍ですので、同じぐらい週に6時間で50週間続けても大体1年間ぐらいかかるだろうという計算ですね。先ほどの法務省の日本語能力の認定は N5 以上ということで、 N5 でも留学ビザを申請できるわけですけれども、これも法務省の何なんでしょうね、N4 でも難しい時もあったりとか、あと日本の法務省のどこに出すかも違うようですね。沖縄に出すのか仙台に出すのかとかで、その時々に違うと思いますが、基本的には N5 以上を持っていればということだそうです。で、じゃあこの150時間とか300時間ぐらいで何を勉強すればいいのかというと、もちろん皆さん日本語能力証明書を必要としているわけですから、 N5 だったら N5 に合格できる日本語を皆さんは教えようとするんじゃないかなというふうに考えています。で、ただ明らかに訪日目的、日本に行って勉強したいんですよという方の場合、 N5 に合格するだけではダメで、じゃあ日本に行った後、日本で困らないための日本語、
でそこで会話の必要性ですとかコミュニケーション能力の重要性だったり、まあ、ある程度のサバイバル能力ですよねというのと、あと日本文化というのもある程度教えなければいけないんじゃないかなというふうに考えています。で試験に合格できる日本語 N5、N4 に合格できる日本語ということで、当たり前の話ですけど、大きいのはやはり文字学習だと思うんですね。単にコミュニケーションするだけ、まあ後で技能実習の話が出てきますけれども、日本に行ってコミュニケーションするだけだったら、必ずしもひらがな、カタカナの学習、特に漢字のいくつあるの先生と聞かれて、なんかうなだれてしまう漢字の学習がもし軽減されれば、日本語学習も大きく方向性は変わると思うんですが、とりあえず今のところは日本語 JLPT 受けるためには前提としてひらがな、カタカナ、漢字を覚えてないともう話にならないというか、試験を受けるところまでもいかないということが、実は私はこれが一つ大きな問題ではないのかなというふうに考えています。つまり今後の新しく訪日、日本に就労する人のための日本語のテストは必ずしも文字は必要じゃないんじゃないかというふうな考えを私は持っているということですね。で一方日本に行った後困らないための日本語とか日本文化というのも、この JLPT 合格するのとはまた別のカテゴリー、別の考え方で教えていかなければいけないんじゃないかなと思っています。で特に日本文化、もちろん茶道、華道、歌舞伎というようなことを教えるのも重要なんですが、なんて言うんでしょう、ここルールを守らない人に厳しいって書きましたけれども、日本人って怖いですよね。なんだろう、私も海外長くいて、なんか海外じゃ許されるようなことが日本ではもう絶対許してもらえない。エレベーターでちょっと右の方に寄っていくと、チッとか後ろの方でなんかとても冷たいリアクションをされるとか、なんかまあ電車の乗り方のマナーとかエレベーターの乗り方のマナーというようなものに、実は日本人はとても厳しくて、声に出さないまでもなんかあからさまに嫌な顔されたり、これだから外国人はみたいな言葉で言われない分、余計なんか嫌な思いをするのが多分こういう日本のところじゃないのかなというふうなふうに考えていて、これから日本に行って勉強したいと思っている学生さんたちには、こういったところもある程度時間をかけて教えていく必要があるのかなというふうに思います。あともう一つ、留学のための日本語として考えなければいけない視点として、じゃあそれぞれの母国のどこで勉強すればいいのかということをですね、例えば中等機関、中学高校で勉強してそのまま日本に留学行きたいと考える国があるのかもしれません。まあ、日本人だと一般的ですよね。日本の高校で英語を勉強して、じゃあアメリカの大学に留学しようかという方も多いと思うんですけれども、じゃあどこかの国でこうやって中等で勉強してそのまま日本に留学するような国があるのかどうかということですよね。で高等機関ですと、やはり主専攻で学んでいるのか、副専攻や、インドではサティフィケートコースといったりするようですけれども、そういったところで学んでいるのかということ。ただ多くの国はやはり民間でそういう、受け入れを担っているのかなというふうに思います。まあ、いずれにしてもどこでその日本に留学するという目的に合ったシラバスがされているのか、日本語能力証明書がある程度 N5 だったり N4 だったりというものが取れて、あと先ほど申し上げたような日本文化、日本に行くための配慮というのがされているのかなというふうに思います。でこのどこで学ぶかに関しては、次のページに、次のページに期間週別の、期間数というふうにして挙げてあります。例えばこれバングラデシュですと、初中等がこのぐらい、ごめんなさい、これ期間者数じゃないですね、学習者数です、すいません。期間の数ではなくて勉強している人の数ですね。スリランカが多いですね。こういったところで、皆さん日本語を勉強して、まあ、中にはその留学目的でというふうに考えている方もいるだろうということですね。
で、最後にモデルルールとして挙げてあるんですが、今やはり日本国内では留学生イコール就労目的で来ているようなイメージがだんだん強くなってしまっている感もあるんですけれども、やはりそれぞれの国で勉強して日本に憧れて、日本に留学したいなと思っている人たちにはある程度こういった、なんて言うんでしょうね、まあ理想を自分の国で N5、まあ、N4 ぐらい勉強して日本に行って、日本語学校で N1 まで勉強して、大学に行って、大学出て日本で何年か働いて、で、自分の国に戻ってきました。めでたし、めでたしみたいな、ある程度、まあ、夢と言っちゃ変ですけどね、そうやって、幸せになれるような成功例を示してあげると、日本に行って勉強したいなという希望者が増えるのかなというふうに思っています。で、この留学のための日本語の、今後ですが、これは実はよく分かりません。どうなるか分かりません。一つこれからお話しする就労というビザが増えて、これまでのように、留学で行く人は減るんじゃないのかというふうな話はよく出ていると思います。留学を隠れ蓑にした就労という人が減って、もちろん留学は本当に勉強したい人だけが留学するようになって、で、働きたい人は別に資格ができたでしょうということで、留学ビザの審査が厳しくなるんではないのかなというふうな話はいろいろなところから聞いています。ただ実際それでどうなるのかとか、就労もこれ数の35万人でしたか、 5年間で35万人という数値目標を出しているんですけども、そこまで達成しないんだったら今までのようにある程度留学ビザで行って就労するのも許容するような方向に行くのかどうかですね。それはちょっと判断がつかないと思います。はい、次に行きます。次のこの就労のところですね。就労に関して、じゃあ今日本に行って働いている人はどのくらいいるのかというのが、ここに書いてある主な就労ビザによる在日の数というところに挙げてあります。皆さんのお手元の資料4になります。これは技能実習生は含まれていません。で、もちろんこれから始まる4月から始まる特定技能ビザも含まれていない、今っていうか18年の6月時点で日本に行っている人たちですね。企業内転勤であったり、この技能というビザの種類で、これは先ほどと同じように日本にいるその国の人たちの総数ですね。例えばインドの場合は3万8000人いっているんですが、7000人近くがこの技術、人文知識、国際業務というカテゴリーで、これなんだと私も調べてみたんですけど、いわゆる日本の一般企業に就職するとこういうビザになるそうです。まあ、日本の会社で通訳やっていますとか翻訳やっていますという方で、IT の方なんかはこちらの技能ビザというもので日本に行っている人たちが多いようですね。で、まあ、ここに書いてあるこの方々は、すでに就労ビザを持っている人というふうに考えて構わないと思います。もうあらかじめ会社の予定で日本に行く、考えがある方々ですね。で、彼らに関する、日本語学習という観点で見ると、当然ながら企業内研修、訪日前研修というのが挙げられると思います。9月から日本に行くので、その前に3ヶ月間日本語勉強したいですといったような、そうですね、9月から日本に行くということはもう前提となっているというふうな学習者です。で、そこで教えなければいけないのはビジネスマナー。ただもちろん今現在働いている人たちはそれぞれの国のビジネスマナーは十分ご存知なわけですから、あくまで日本人と日本の会社で円満に働くためのビジネスマナーということになります。なんか最近ネットとかで反抗すときことやって、何や、頭を傾けて押すのが話題になっている、皆さんご存知ですかね。なんかああいうのがなんか日本のビジネスマナーに当たるのかどうか、ね、覚えておかないと恥をかくのかどうか、
もちろんまあ会社によって違うんでしょうけどね、そういうことも含めてなんか日本には日本のやはり特殊なビジネスマナーだったり、どうやって先輩を立てる、上司を立てるみたいなところも様々あると思いますので、そういうところを、私たち日本語教師の仕事になるのかなと思います。あとはもちろん生活、専門用語もあるでしょうし、日本である程度暮らすとしたら生活のための日本語というのもなければいけないと思います。でここで一つこのビザに関してこういったカテゴリーで日本に行く人に関して、先ほども宮本の話、朝の挨拶でもありましたけれども、日印政府の取り組みとして、インドでの取り組みですね、インドの若者たちにもっと日本で働いてもらいたいというふうな考えを日印両政府は持っているそうです。でそのためには理系の大学に日本語コースを作る、つまり ITとか理系の学生に日本語をちょっと覚えてもらって、もちろん仕事の中心は英語になるのかもしれませんが、これでどんどん日本に行ってもらおうということで、日本側からもこういった人材に対する、要望、こういう人材が欲しいなという声が多数インドに寄せられているそうです。で理工系大学に日本語コースを作りましょうということで、ただその前段階としてじゃあ理工系大学で日本語を教えられる人間、先生が少ないので、まず先生を育てようということで、これ総領事のお話にあったんでしょうか、18年の7月から日本語教師育成センターというのを、ネルー大学の中に開設しています。で最終的には5年間で100の高等教育機関で講座を設立する、1000人の日本語教師を育成するということが目標として挙げられています。でこの100の高等教育機関、1000人の日本語教師というのは、こういうビザで、先ほどのビザのようなカテゴリー、日本に行って働く人たちのために、日本語を教えましょうという目的で作られています。はい、じゃあここからまた違う話です。でもう一つのグループとして、これからビザを取りたい、会社の派遣とかではなくてこれから日本に行って働きたいということで、ここに、技能実習制度、これもちろん厳密には技能のための実習ですので就労とは言えない、就労ではないという考え方、勉強しに行っているんだということになっているんですが、現実的にはある程度労働力になっていると思います。でこれ TITP というふうに呼ばせていただきます。あともう一つ、今年の4月から始まる特定技能1号2号というもの、大きく分けてこの2つが、先ほどのもう日本に行くことが決まっている人材とは別に、新たに日本語を勉強して日本に行きたいと思っている層なのかなというふうに考えています。でこの技能実習生の数なんですが、資料7の方に挙げてあります。皆さんご存知の方も多いと思いますが、技能実習生というのは大きく分けて企業単独型、会社が自分の会社で、技能実習生を呼ぶパターンと、団体管理型ということで、日本に受け入れ団体というのがたくさんあるんですが、その受け入れ団体がまとめて、技能実習生を呼ぶパターンに分かれていて、この団体型の受け入れが実は全体の 90% 以上を占めています。つまりほとんどの技能実習生というのは各企業が呼ぶものではなくて、受け入れ団体というところが呼んで実習している。でこれはそれぞれの1年目、2年目、3年目ということで、実はインドだけがちょっと特殊で、企業単独型で今まで、43人、18年の6月の時点でいらっしゃったそうですけれども、インドもその後団体型の受け入れですでに何人か、日本に行っているというふうに聞いています。でこの技能実習なんですが、18年の12月、去年の年末ですね、去年の年末の時点で、144職種あるそうです。それで
年末時点で144種類あって、先日厚生省の方が来ておっしゃっていたんですが、今でも1ヶ月に1つの職種のペースで増えているそうです。だから技能実習生を受け入れる、職種がどん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 まだまだ現時点まだまだ増加しているということですね。で、これら技能実習生、技能実習で日本に行かれる方、この辺までが南アジアの数なんですが、実はまだまだほとんど行ってないということなんですね、南アジアからは。で、対してはこれ中国、ベトナム、インドネシアを挙げてあるのは技能実習生として日本に行っている数が多い国を、取り出してあげております。でこちらを見ると、ほとんどこの団体管理型というところでこのぐらいの人数が行っていて、それに比べて南アジアからはこのぐらいしか行っていないということなんですね。でこの144の職種の中で基本的に日本語能力の証明書、留学ビザのような日本語能力を証明する必要はないというふうに聞いています。ただ実際問題としてその日本の受け入れ機関側が全く日本語できない人来られてもなというのはもちろんあるでしょうから、例えば職種が農業とか漁業であるてあるにしても、ある程度日本語勉強してきた人の方が受け入れやすい、うちの会社で取ろうかなというふうには日本側が考えるらしくて、そのために訪日前に日本語を勉強している方というのは多いというふうに聞いています。で多分おそらくネパールなんかですと、その日本に行くというのが決まってからおそらく無料で教えるんでしょうかね。その日本に行くまでの期間、じゃあちょっとでも日本語勉強して習ってから行きなさいね、その分別に授業料取りませんよということで教えているような期間も多いというふうに聞いています。ただこれ介護に関してだけは、違うものであって、日本に行く前に N4 が必要というふうに決められています。で日本に行って1年後に N3 を取ってくださいねということも決められているんですね。ただ、そこを開けてください、下のところです。はい、はい、この辺で止めましょう。で今お話したように訪日前に N4、 日本に行ってから N3 というふうに決められているんですが、実際問題日本で働きながら介護の実習をしながら、じゃあ N4 から N3 まで1年間でレベルアップできるかというと非常に厳しいんですね。で EPA で行ってる人もなかなか切り替えできないというふうになっていますけれども、この介護実習で行っている方も N4 から働きながら N3 に行くのはちょっと無理なんじゃないかということで、N3 に行かなくても、働き続けられるような条件を新たに作ろうということで、介護の方のための新試験ということも検討されているそうです。この新しい試験、新試験に受かれば、まあ、行くときは N4 なんですね。ただ N4 から N3 に上がらなくてもその新試験に合格すればいいよというなんか抜け道的なものを今用意しているということをこの前来た厚生省の方がおっしゃっていました。はい、閉じてください。でじゃあ実際に介護実習生としてこれまでに何人日本に行ったのかというと、実は介護、技能実習生の介護という分野は、2017年の11月から始まったんですが、それから2018年の10月31日まで、1年間で実際に日本に行った人の数というのは、実はこれ世界中から247人しか行っていません。一番最初に中国からお二人の方が技能実習として来て5月に始まったんですが、その後これ実は申請者数です。申請このぐらい、インドネシア、中国、ベトナムあたりからこのぐらいの人数申請しているんですが、申請合計はここですね、472人、あごめんなさい、申請人数は900人ぐらいですか、900人ぐらい申請して日本で来ていいですよと認められた数が472人ですが、実際に行ったのは247人だけというふうに、実はこれ日本側が期待しているよりもまだまだ少ない数字というふうに書いてあります。つまり
日本が来てくれ来てくれと思っているほど海外の人たち、少なくてもこのインドネシア、中国、ベトナムの方々はここ認められたけれども行っている人も少ないということなんですね。でこれだけ行ってじゃあ本当にキャリアアップできるのかですとか、実は行く人のほとんどが母国で看護の仕事をしている方が多いというふうに聞いています。これからインドから行く、5人の方でしょうか、もう皆さん学生だというふうに聞いていますが、看護の人が日本に行ってじゃあ実際に介護の仕事ができるのかどうかということですよね。で日本で介護の仕事をして帰ってきて母国でそれが本当にキャリアアップにつながるのかどうかということあたりに疑問を持っているというふうに聞いています。これ先ほどもお見せした JLPT の2017年度と18年度の数字なんですが、これまでお伝えしたように留学ビザは N5 レベルで行ける、おそらく技能実習の人も N5 合格しないまでも、もうもちろん当然初級を勉強するわけですからレベルとしてはこの辺のところを考えているということで、やはりどこの国もこの N5 レベルが他のレベルと比べて非常に大きくなっているということがお分かりかと思います。ただ興味深いのはやはりインドで、インド実はもちろん N1 が少ない N2 が少ないというのはどこの国でも共通した現象なんですが、 N3、N4、N5 というそんなに、まあもちろん N5 多いんですけどね、変わらないかなというふうなのがお分かりかと思います。つまりインドは他の国に比べてその N5 で学習を終えて日本に行く、 N4 で学習を終えて日本に行くという人がまだ少ないということなんですね。でそのまま学習を継続してつまりインドの国内で N3 を受ける人、インドの国内で N2 を受ける人というふうな層もまだまだインドにはある程度いるということですね。で例えば N1 あたりが少ない国ですと、やはり教える先生方も N1 は教えられない、 N2 は教えられないという先生方のレベルにも関わってくることになりますよね。でよく聞くのはいつも N5 だけ教えているから、 N5 は教えられるけどその上は教えられない、だから教えられないというか学習者がいないので教える場がないという問題ですね。ということで教師の質の低下というところにもつながっていってしまうのかなというふうに考えています。あら時間がもうすぐですよね。あと5分ぐらいで大丈夫ですか。これを開けましょう。じゃあ次すいません、特定技能という4月から始まる技能ビザの話です。先ほど技能実習生144の職種があって今現在増えているというふうにお伝えしましたけれども、実は4月から始まるこの技能ビザというのは14の職種だけでしか認められていないんですね。で日本にいる技能実習生が3年間の技能実習を終わった後大量にこの特定技能ビザの方に流れてくるんではないかというふうな噂ですとかある程度の期待がされていると思いますが、認められているのは実はこの14職種だけであって、特定技能ビザの2号に関してはこの建設と造船、舶用工業という2種類でしか実は認められていないんですね。ですから皆さんのもし学生が私は特定技能ビザで日本に行きたいというふうに言ってる人がいたとしても、本当にこの専門建設とか造船の専門家であるのかどうかということをもう一度確認された方がいいと思います。ただこの建設というのも実はくせ者でして、なんていうの、本当に単純労働で働いている方って実はたくさんいらっしゃいますよね。肉体労働です。で、その肉体労働、だから工事現場でなんか重たいものを運んでいる人が、この特定技能ビザで認められるかどうかというのが実はよくわかりません。で、特定技能ビザは、技能試験というのが必要で、その自分の持っている技能に関する試験も必要ですし、あと日本語の試験もあります。日本語の試験は日本語能力試験の N4 レベル、もしくはここに国際交流基金日本語基礎テストというふうなのが書いてあります。で、これ今はありません。これがこれから新設されるということですね。で、
この日本語能力試験 JLPT-N4 以上またはとあるので、おそらくこの JLPT-N4 以上と同レベルのテスト、日本語基礎テストというものが、今年から実施される予定になっているというふうに聞いています。はい、それで JLPT の N4 と日本語基礎テストということで、この日本語基礎テストというのは9カ国、今年の4月から実施予定であるというものがいろいろなところで報道されていると思います。で、南アジアだとネパールが含まれているんですね。で、この日本語基礎テストってじゃあどういうテストなんですか、N4 とどっちを受けさせればいいのですかという質問があると思うんですが、これ実はまだわかりません。実際に実施してみて、おそらくパイロットテストみたいなことを実施した結果がそれぞれ標準化されるというか、今の時点ではまだ不明ということで、ご了承ください。ただ特定技能ビザで行かれる人、今お話したように技能実習生の3年目から移行というのは実は14の職種に限られるということで、海外から行くのは N4 があったらじゃあ簡単に行けるんですかというと、それはまだわからないですね。あともう一つ、新テストに関して、南アジアではネパールだけなんですが、この新テストで行く人がどのくらいあるのかというのもちょっと未定です。19年から24年までだいたい25万人から35万人ぐらいを日本側は見込んでいるという話です。すみません、ちょっと終わらなくなってきました。この辺飛ばします。次にどうしていくのかということで、中等教育の話を少しだけじゃあさせてください。先ほども言ったように中等教育の、学習者数は南アジアではこのような形になっています。で、中等教育の、日本語教育を考える場合に、どうして小学生中学生が日本語を勉強するのという根本のところからまず、考えていくべきだと思うんですね。で、インドではよく三言語政策と言われていて、ヒンドゥーと英語と、あと自分の母語なんでしょうか。というふうに3つ勉強するというふうに考えると、第4の言語として日本語、ドイツ語、フランス語を学ぶ意義はじゃあどこにあるのかという問題。で、ご存知のように子どもたちみんな忙しいですから、教科にならない、進学するための評価にならない、学習を子どもに無理強いさせることは、逆に子どもにとって良くないんじゃないかというふうな考えも十分あり得ると思います。特にこの学校教育の時間をわざわざ使って日本語を勉強させて、それが成績にもつながらない、評価もされないんだったら、じゃあ何の意味があるのということですね。で、じゃあ外国語教育はやめても英語一本に絞った方がいいんじゃないのというふうな議論もあると思います。ただそこで提案したいのは、外国語教育を通して21世紀スキルを身につけるということで、これもちょっと時間がなくてお話できないようなので、一番下配布資料のところに書いてあります。こういうのがインターネットでダウンロードできるので、英語バージョンと日本語バージョンがあります。これはと東南アジアの5カ国で、21世紀スキルを身につけるために学校教育がどう変わっていったのか、それぞれの国で法令をどのように変えて、学習の中に21世紀スキルとか3つのコンピテンシーというのを取り組んでいくのかということを、報告したものです。はい、じゃあ閉じてください。これも後でインターネットで見ていただければお分かりかと思うんですが、この3つのキーコンピテンシーというのと、あと21世紀スキルと言われている、これからの社会を生き抜くために今の子どもたちが必要な能力ですよね。そういったものを外国語学習を通じて、身につけさせられるんじゃないかなというふうな意見です。で、これも日本語バージョンがあるんですが、最後にじゃあ趣味とか教養というのは、まあ、こういう層というのはどこの学校、どこの国にもいると思います。漢字博士だったりアニメオタクだったりという人たちですよね。この前は日本語は難しいから勉強したいですというふうな方もいらっしゃいました。で、こういった層の方々にじゃあ私たち日本語教師としてどのようなアプローチをすればもっとこういった層を増やしていける、こういった層が興味を持って障害学習として日本語を学んでいけるのかということも、南アジアの日本語教育の大きなテーマでないのかなというふうに思います。
あと最後すみません、母国内、自分の国の中で働くということは、日系企業にいわゆる就職するというパターンを想定しているんですが、これも何級に合格すると就職できるとか、合格すると給料が上がる、あるいはポジションが上がるというふうな、国も多いと思います。で、特にインドだと、N3 ぐらいでも私は通訳で働いています、翻訳していますという方が多いんですが、おそらく皆さん、日本語を見て母語の方に変えている。で、当然母語から日本語に変えるというふうなニーズは少ないですよね。インドの人が英語から日本語に直す。つまり日本語の作文能力ですよね。日本語の方の表現能力、発出能力というふうのはまだまだ高くないと思うので、ここをどのように上げていくのかということも、それぞれの国の、こういった層に対する、現場での課題なのかなというふうに思います。